どうも皆さん、おはこんばんにちは。春名館長と申します。ということで、今回も商品紹介の方をやっていきたいと思います。今回紹介するのは、これじゃかじゃん、ストリームデックプラスです。エルガトのストリームデックプラスです。つい最近発売されたばかりでして、もう在庫も、今年分はないはずです。2022年分はない、希少価値の今高い、製品になります。この製品を手に入れることができました。ストリームデックプラスを手に入れましたというお話です。はい。このストリームデック、プラスと書いてるんですけども、ストリームデックシリーズなんですが、これね、どういった商品なのかっていうのをね、まずお伝えね、せねばならないかなと思います。いわゆる、こういうボタン式になってまして、このボタンにいろんなショートカットであったりとか、例えばそのマイクミュートであったりとか、スピーカーミュートであったりとか、という機能があったりとか、このストリームデックプラスですと、例えばこのボリュームノブがついて、ゲームで配信する、ゲームを、配信のする時のその配信の音量であったりとか、自分が聞く音量の音であったりを細かくボリュームノブで調整できたりですとか、いろんなことが、できる、ものになっています。なので、主に、そういったことに使えますので、ストリームっていう名のつく通り、配信に向いているような、機器になるといったような感じです。はい。ということで、そういった製品のね、最新シリーズを手に入れたというお話です。はい。ということで、箱の外観見ていきましょう。こんな感じ。はい。わかりますかね？はい。まず、これね、LCD、いわゆる液晶になってまして、これね、ボタンがいろいろカスタマイズできます。はい。で、箱の外観的にこんな感じ。USB-C to A、クイックスタートガイドとか入っていたり、はい、裏面こんな感じ。Windows とかも対応してます。はい。ということで、早速ね、開けていきたいなと思います。はい。こっちと、こっちと。はい。じゃあ、いきますよ。せーの。きたー。ちなみにね、私ストリームデックを買うのは初めてです。なぜ今まで買わなかったかっていうと、単純にそんなにいらないなと思ってたんですけども、でもあればあると便利だなと思ってはいました。でも今回興が乗って買ったというわけです。2022年の今12月25日なので、自分から自分へ送るサンタさんのクリスマスプレゼントだと思ってます。はい。ということで、説明書っぽいやつが入ってまして、うおー、きた。これがストリームデックですね。めっちゃでかい。めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかいです。引くほどでかい。引くほどでかいです。はい。ボリュームノブがあって、これは外れるようですね。はい。ボリュームノブ。クリック感があります。はい。で、こういうボタンがあってという、そんな感じになります。裏面はなんかシールがありますね。ラバー面になってますね。はい。で、ここにタイプ C のやつをつけるといった形になっています。で、付属品。タイプ C のケーブルになってますね。タイプ C to A の。あれですね。被覆がいいやつになってます。で、これがクイックスタートガイドですね。多分ね。はい。クイックスタートガイドになってます。はい。ということで、早速ね、もうちょっと外観を見ていきたいなと思います。これのペリペリちょっと剥がしちゃいましょうか。はい。ペリ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 。裏面はラバーになってます。ラバーになってます。うん。で、液晶はなくて。でも質感はあれですね。そこそこいいですね。指紋もつきにくい素材になってます。で、じゃあ早速、ちょっとね、PC とつなげてみましょうか。今日はそういう設定とかはそんなしないです。設定とか、もっと詳しく何ができるのかっていうのは、他のね、YouTuber さんがね、多分レビューしていると思いますので、そちらをね、ご参照いただければなと思います。なんかこれ使うの嫌だな。なんかちょっと、いいやつない。いいやつ使うわ。ちょっと待ってて。はい、このアンカーのやつを見つけたんで、これでちょっとつないでいきます。今回つなぐはですね、ROG フロー X13 のものをパチッとつけまして、よいしょ。ここにね、うわ、もうこれごめん。あれだからさ、もう畳だからさ、めっちゃこれ汚れがつくよね。ここにタイプ C のね、ポートがあるので、刺しますと。刺すとどうなるんだろう。来た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 。L 型。来ましたね。どうなるんだろう、最初。なんか入れなきゃいけないのかな。クイックスタートガイド見るか。ちょっと見よう。はい、ちょっとね、ストリームデックの、ソフトウェアをインストールしてみました。ここに、アクションとかを追加できるんですね。例えば、何にしようかな。OBS Studio とか。OBS の、起動とかできないんだ。例えば、何にしたらいいんだろうな。まあ、OBS の、録画？これを割り当てると、こんな感じで、今来ましたね。はい。こんな感じで来たりとか、あとは、ディスコードってないんだね。まあ、なんか追加できるでしょう、また。ウェブホットキーの切り替えとか。OBS を待機中。なんかよくわかんねえな。なんかいろいろあるみたいですが、タイマー、ストリームデッキ、明るさ。こんな感じで明るさを指定できたりとかするっぽいですね。明るく、暗く。で、明るく。で、これをもう一つやってみると、これを暗くにすると、はい、こんな感じになりますと。なんで、こっちをだんだんと暗くなって、こっちを押すと明るくなるという感じな、まあ、使い方ができたりするらしいですね。で、ここら辺はなんかね、WebLink っていうなんかエルガトさんのなんか独自のソフトウェアみたいなのを、まあ、入れると使えるようになるらしいんですが、まあ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 、それはまた今度って感じで、まあ、他の YouTuber さんのね、まあ、動画見ていただければなと思っています。まあ見てるだけの感想ですけども、この第一で、使って見てる感想ですけども、そうですね、すごくいいすごくいいです。これね、実は32,000円ぐらいするんですけど、今32,000円の価値があるかって言われたら、使う人によりけりなんですけども、まあ、第一印象としてはかなり優秀ですね。ソフトウェアも結構優秀なんじゃないかなと思ったりしちゃいます。なんか分かりやすいし、このヘルプを見なくてもすごく操作性が直感的というか、よくまとまってんなみたいな、気がしてますね。さすがというか、なんというか、かんというか、かんというかっていう。はい。でもこれからちょっとね、またこいつはね、ちょっとディスクトップで使おうと思ってるんで、ちょっとディスクトップで設定しようかなと思って、います。またね、ちょっと設定して使い心地であったりとか、そういったのをね、レビューできればなっていうふうに思ったりもしています。一旦ね、今回は開封動画ということで、お伝えさせていただきました。またね、次回の試乗感レビューとかそんなんで、お会いできればなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。春名館長でした。バイバイ。